ショック。こんにちは、コッコ、大型のコッコです。今回は4月24日水曜日からの島村大創業祭に行ってきました。そこでの購入品紹介をしたいと思います。それではビデオスタート。大創業祭に行ってきたんですが、仕事だったので開店アタックができなかったんですね。3時半過ぎに島村に着いたんですけど、自分が欲しいなーって狙っていたものはほとんど売り切れてしまっていました。もう悔しい。3点購入してきましたのでご紹介していきたいと思います。はい、本日着ているお洋服は前回の島村の動画にあげましたムムさんの T シャツになります。はい、それではね、開けていきたいと思うんですけど、やっぱり回転アタックしないと買えないのかなーって、ちょっとね、本当に残念でした。はい、それではこちら、じゃーん。こちらは、私用なんですが、リラクシングパンツを購入してきました。メンズの M サイズですね。500円です。はい。で、これの色は、グレーですね。島村に行ったら、レディースも見て、メンズも見て、メンズのものも購入している人です。私は、基本 L サイズなんですが、メンズにすると M サイズかなと思ってまして、メンズでも全然着ます。はい。で、こちらなんですけど、仕事着とかパジャマにいいなと思って、夏用のズボンが欲しかったんですね。で、こちらに、ストレッチ性素材でノンストレスな着心地、汗を素早く吹き込み、早く乾きますって書いていますね、こちら。本当にこの文章の通り、着心地もめちゃくちゃ良くて、で、速乾性がありそうな、お洋服だなっていうのをこう触ってわかります。で、こちら仕事着にしたいなと思って購入してきました。前回の動画で私が旦那に買ってきた700円だったかなのリラクシングパンツがあったんですよ。で、それでそれを私が試着したんですけど、それで本当に良かったんですね。で、旦那も超気に入って、同じやつあればいいなと思ってたんですけど、全然こっちの方が値段がね、安いんですが、全然これでも OK。前回買ったやつはここに模様が書いて、ロゴが書いてあって、まあ可愛い感じではあるんですが、まあまあまあ、お安く買えてあるので、よかったなと思います。で、ちょっと、ここに、膝のとこにですね、こういう、ラインがあるんですよ。ちょっとね、これは気になる人は気になるかもしれない。だけど、なんかもう色も同化してるし、なんかちょっと最初どうかなと思ったんですけど、まあ着ちゃえば全然目立たないなってことで、全然着心地重視ということで、買えてよかったなと思う商品です。はい。はい、こちらもチラシに載っていた商品です。こちら、じゃん。これレディースのお洋服の T シャツになります。はい。4L 大きいサイズの500円ですね。で、アウトドアっていうブランド T シャツが500円で買えるっていうのはすごいなと思います。ちょっと色味が結構可愛くて、こういう青み系の、ちょっとくすみの青ですか?くすみブルーですか?可愛いなと思って買ってきたんですが、これは旦那に着させたいなと思います。これもね、すごいね、肌触りがね、良くてですね、綿50、ポリエステル50っていう素材です。なんか一瞬これコットンかなって思うんですけど、それぐらいなんか触り心地がすごいいいです。あと真夏でも着れそうな、こう薄い生地なので、とてもいいなと思います。全然この上からでも、ちょっと見えてますけど、私、普段 L なんですが、本当に5分袖ぐらいになりますね。は
い。なんかブカッとしてて全然リリース大きめでいきたい人も中にはいると思うんですけど、全然着心地がいいなと思います。最後ですね、こちら200円のリングを購入してきました。はい、こちらね、ダイソー業者のチラシに載ってて、このアクセサリーが200円で売ってる、ヘアクセとか、まあこういうアクセサリーもう200円で売ってるって見たんですけど、もう指輪しか残ってませんでした。ブルベなのでシルバーが似合うらしいので、これちょっとつけてみたいなと思います。7から13号のリングがセットになっているので、いろんな指につけて楽しんでねって書いてます。見えますか？このように、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10個のリングが200円で売ってますね。すごいですね。私可愛いなって思ったのが、特にこれ。あ、良くないですか？え、可愛い。可愛いですね。入る、いいじゃん。で、あ、結構なんかおしゃれに見えません？私ほとんど指輪は結婚指輪しかしないんですけど、え、かわいい。これかわいいな、これ。全部シルバーなんですが、他にもシルバーとゴールドが一緒になったセット。ゴールド5個、シルバー5個のセットがあと2つ売ってました。はい、着替えました。T シャツはリリースの 4L なんですが、旦那用に買ってあげたんですね。なんですが、遠目から見たら私でも全然着れるなって、あとリラクシングパンツなんですが、メンズの M サイズを履いています。先ほどの説明でズボンの横のラインが気になるって言ったんですけど、全然わからないですね。T シャツの着心地はコットン地みたいに柔らかく、下のリラクシングパンツはすごく薄手でちょうどいい。あとは指輪をつけてアピールをしております。で、この撮影終わった後指輪取ろうとしたら取れなくなっちゃって、ハンドクリームつけて取りました。無事に抜けてよかったです。ということで、島村ダイソー業祭の購入品紹介でした。今回はですね、狙っていたものが、まあ、そうですね、リラクシングパンツ以外、あんまり欲しいものは買えなかったというか、狙っていたものが買えなかったので、結構ショックでした。やっぱり初日に行った方が、やっぱりこう、手に入るかなと思って、まあね、仕事帰りにね、無理して行ったんですけど、やっぱ回転アタックしないと買えないんだなっていうことが分かりました。はい。で、明日も、木曜日限定、金曜日限定の商品、があるみたいなので、その時に他の商品も補充されるってことはあるんですかね。ちょっと詳しい方いたら教えてほしいなと思います。そう、補充されないと思って今日行ったんですよ。だけど、まあリラクシングパンツは買えてよかったし、こういうのも買えてよかったと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。参考になれば嬉しいです。さよならー。